こんにちは、パンゾーです、今日は発酵についてのお話をしてみたいと思います、タイトルはパン生地が発酵不足だったらどんなパンになる？出来上がってから後悔しない発酵の見極めをお話ししますということで、お話ししてみたいと思います。まず、パンを作るっていうとね、発酵させなきゃいけないっていう過程がどうしても出てくるんですけれども、発酵ってどんな状態、現象なのでしょうか。パンを焼くときには、酵母っていうものをね、用いてパンを膨らませていくんですけれども、ケーキ、お菓子とかはベーキングパウダーとかね、重曹を使うことが多いと思います。で、パンはその代わりに酵母菌っていうもので膨らませていくことになります。で、自家製酵母の場合は、この酵母菌も培養して作っていきます。その酵母菌の働きによって、糖からアルコールと炭酸ガスを生成していくっていうことになります。で、これがね、アルコール発酵って呼ばれるものにの分類になって、パンにはとても、重要な、工程になってきます。で、その酵母の活動が活発になる環境を作ってあげるっていうことが大切になってくるんですけど、ここがうまくいってないと、発酵不足とかね、発酵しすぎちゃうっていうことになるわけです。で、今日はね、その発酵不足の方のお話なんですけれども、酵母の活動が活発に行われていないっていう現象っていうことは、眠っている状態だったりとか、まだ時間がかかる、まだまだこれから、酵母がね、ゆっくり起きていくっていうね、スローペースの、ことだったりとか、あとはちょっともう温度が高すぎちゃうとかで、酵母が元気がなくなって、なんか死んでしまいそうな状態だったりとかするかもしれないですが、そんな状態でね、いい条件じゃない時に起こり得るのが発酵不足っていうことになってきます。じゃあ生地がどんな状態が発酵不足なのかっていうことなんですが、発酵不足だとね、生地、パン生地が膨らまないですね。大きく なってこないです。大きさがほとんど変わらないっていう状態になってきます。で、多少膨らんでいても、発酵不足ってことはあります。で、一般的には、生地がふっくらしてふわっとしてくるっていうよりは、ちょっとガチッと固めの状態でガスも溜まってないっていう状態になります。で、ガス抜きをしようと思ってもね、全然こうガスが抜けていかない、溜まってないのでしょうがないんですが、そういう生地は旨味も出てこないし、焼いても膨らまないっていう状態になっていきます。で、少し膨らんでいるからちょっとやってみようかな、大丈夫かなって思っても、あまりね、その先も膨らまないっていうことになってきます。で、一次発酵が足りていないと二次発酵でもね、うまくいくってことはまずないので、一次発酵がね、大事になってくるわけですけれども、パンの中の状態も、目が詰まったような状態になってね、食感もあまりこうガチッとした感じで良くなかったりとかしますので、ボリュームが出てこないっていうことになってきます。はい。じゃあ一次発酵がうまくいかない理由っていうのがね、どういう、ことがあるのかっていうことなんですが、いくつかね、原因は考えられますが、酵母が活発に活動できる環境になってないっていうことがね、条件とか大前提になっているわけですね。で、温度が低すぎるっていうこととか、あと発酵時間が短い、もうちょっと置いておかなきゃいけないのに、早く切り上げてしまったとか、あと副作用が多すぎるっていう、ちょっとね、これは配合の問題になってくるんですけれども、配合がね、うまくいってなかったっていうことも、可能性としてはあります。で、これはね、また違う動画で撮っているものもありますのでね、パンが発酵しない原因っていうことについては、そちらをちょっと見ていただく方がいいかなと思うんですけれども、それらの環境を整えてあげるっていうことがね、重要になってきます。で、室温で、低温自然発酵、低温長期、長時間発酵っていうものを私はおすすめしていますが、時間をかければいいところ、いい
感じに、ね、なるっていうことが、待ちきれなくって、時間をね、なんかかけてるとちょっと不安になってくるっていうことがあるんですね。なので、あ、もういいかな、もうちょっと整形しちゃおうかなとかって思うことがあるかもしれないんですけれども、結局うまく焼けなかったっていうことになりますので、レシピに何度で何時間って書かれていても、まずは生地の様子を見てあげて、生地の状態を優先するっていうことが必要になってきます。まあ、特にね、天然酵母っていうのは時間がとてもかかりますね。自家製酵母は特にかかりますので、辛抱強く待つっていうことが大切になってきます。はい、じゃあ美味しく焼く発酵の見極めのポイントっていうことになるんですが、うまく発酵してるのってどんな状態なのでしょうか。パン生地はね、ふっくらうまく発酵してるとふわっとしてきてね、中にガスが溜まっているっていう状態になってきます。で、ふっくらとふわっとしている、グルテン膜でね、ガスを包み込んでるっていう状態なんですね。それがで、見た目は、生地にツヤっとした張りがあって、美味しそうな感じで膨らんでいるっていうね、かわいいっていう感じですかね。肌もツヤっとしていてぷっくり膨らんでいるっていうね、肌触りもとてもいい感じになってきています。そして、香りもとてもいい香りがします。発酵臭ってね、よくそういう言葉聞かれるかもしれないんですけど、発酵臭いみたいなものじゃなくって、とてもね、小麦粉の甘い香りとその発酵の酵母自体のね、香りがいい感じで、ふわっと広がるように、なってきていますので、まあ、それもね、一つの目安として思っていただければいいかなと思います。はい、そしてこの生地をね、ちょっと食べてみてください。あまりね、この段階で食べる人はいないと思うんですけれども、ほんのり甘くてね、美味しい生地になっています。まあ、酵母にもね、よるので、そのね、香りは違ってくるんですけれども、とてもね、いい状態というか、気持ちのいい、自分の気持ちもいい、気持ちいい状態になる、なっている生地っていうことになってきます。で、生地を取り出すとね、プチプチっとこうガスが溜まっていて、そういう音がするような状態になっています。で、そんな状態が、うまくいってるっていう状態になっています。はい、で、あとはパンの、種類によってね、配合の仕方とかによって多少柔らかかったりとか硬かったりっていうのはありますので、ちょっとね、そういう場合は違ってきちゃうんですけれども、まあ、基本の感じがそういう感じだっていうことを覚えていただけたらと思います。はい、じゃあまとめに入りますが、ほとんどのパン作りに欠かせない発酵っていうね、過程を、皆さんはやっていくわけなんですけれども、今日はね、見極め方で、発酵不足の状態、発酵不足だとどんなパンになるのかっていうことをちょっとお話をしてみましたが、まあ、生地の状態を、まずはきちんと確認していただくっていうことですね。それが重要になってきます。はい、で、生地の状態でね、出来上がりのパンもだいたい想像することができるようになってくると思いますので、レシピ通りっていうよりはご自分の感覚を信じて、生地の状態を見極めていくってことが重要になってきます。で、季節によってとかね、そのお部屋の環境によってもその時々で変わってきますので、臨機応変に対応できるっていうこともね、必要にはなってきます。で、初心者の方、特に 見極めが難しいかもしれないんですけれども、その都度ね、確認しながら、何回もやっていくと経験積むと分かってくるかなと思います。はい、今日は、発酵っていうことでね、発酵不足にちょっとテーマを置いて、お話をしてみました。ご参考にしていただければと思います。それでは。